午後、道庁を訪れた JR 北海道の綿貫社長。冒頭で今月16日に JR 函館線で発生した貨物列車の脱線事故について鈴木知事に陳謝しました。多大なご心配、ご不便、ご迷惑をおかけしたことをまずは、深くお詫びを申し上げます。本当に大変申し訳ございませんでした。安心安全のところが、この崩れてしまいますと、これは利用促進ということが円滑に当然つながらない。徹底をお願い申し上げたいと思います。鈴木知事は JR 北海道が単独では維持困難とする通称汽船区について、利用促進の取り組みを着実に進めるよう求めました。